尾骨は、頭蓋骨にある皮骨性由来の骨である。人の尾骨は尾空を上前方から覆う骨で、左右に一衰あり、眉間の直下に位置する。上部は狭くて厚く、下部は広くて薄い。他の骨同様に、尾骨の長径や大ーケ湾曲度にも、個人差がある。尾骨骨折は尾骨に限る場合もあるが、一般には外尾衰体に生じる骨折を言う。 重症度に応じて3つに分類される。外鼻の形態により、シャ鼻型、クラ鼻型などの表現を使われる。外傷後2週間以内であれば、非完結的に征服することが可能だが、人球性となったものでは、完結的征服が必要となる。微中核安極症成人の微中核は80%から90%に多少の湾極が見られるが、 高度湾曲で微閉塞などの症状があるときには、病的な湾曲症と診断される。これが微中核湾曲症で、微中核規形セプトルディフォーミティも含まれる。湾曲のタイプは、C 型や S 型などに分かれ、突出部の形状によってはトゲスピーナ、クシクリスタなどと表す。原因としては、頭蓋の発育過程での歪みがこの部位に、生理的湾曲を起こすとされるが、 顔面外傷や、尾骨骨折後にも起こる。症状として、微閉塞のほか頭母感嗅覚障害、反復性鼻血などが現れ、鼻腔内気流の異常や、通気障害により、慢性鼻炎や慢性副鼻空炎などを併発することが多い。治療に際しては、手術的に湾曲部の軟骨を除去する微中核、強制手術、 プラスチックリコンストラクションオブザ・セプテムという術式がある。これは粘膜下に両側軟骨面を剥離し、バランジャー海鮮刀で窓状に切除するものである。美形成術は、西洋を目的とした流美術、もしくは鍵花への定美術の他に、先天的あるいは後天的な変形のある花に対して再建を施すことを言う。 外鼻の1000点以上としては、鍵鼻、斜鼻、低鼻、倉鼻、小中鼻老公と川様脳腫、微生中列、微中核湾曲症、全鼻公平鎖症などが対象となる。また、外鼻の南部損傷後の変形、微骨骨折後の斜鼻、低鼻、倉鼻などに対しては、微骨骨骨切り術、自家組織移植術、もしくは人工材料による痴漢術などで修復する。 ありがとうございます。